はい、いつもお世話になっております、BGB530 トップスチャンピオンズリーグですね、ショーケース、こちら2017本日発売のものです。ワンケース8箱、1箱に、ミニボックスが1つ1つ2つ入ってます。でミニボックスに各サインカードが1つずつ入っていますので、ワンケースを開けるとサインが16枚、出ることを想定しておりまして、そのサインカードのヒットドラフトになります。ドラフトはあくまでサインカードのみですね。インサートシリアルですね。まあ他にもあるかもしれないですけど、まあシリアルとパラレル全部ですね。レギュラーカード以外のものはドラフト、決定後1位から16位まで順に配ります。ただスネークではないです。1から16という感じですね。どんどん置いていきます。でレリックカード今回ありますけど、レリックカードも、出た順の方になります。まあサインが多分全部出るだろうと思いますけどね。出ない場合はパッチカードとかを、下の方に入れるかもしれないです。まあ順調的にということだったですね。一応サインは16枚出るだろうと想定しております。初めてですんでね、今期ね。その辺は柔軟な対応でお願いします。はい、じゃあ、抽選いきます。お客様のハンドルネームを抽選します。ドラフトですね。はい、ドラフト順位が決まります。1位と1の2は振り直しです。なので3から12回ですね。いつも通りです。じゃあいきまーす。ほい、はい、3と3ゾロ目です。6回、はい、じゃあいきます。6回抽選、1、2、3、4、5で6回目ポチ。はい、ドラフト1位はナオさんです。おめでとうございます。ドラフト1位はナオさん。じゃあ貼り付けますね。こちら BGB530 チャンピオンズリーグサインカードのドラフトです。ドラフト1位はナオさんです。おめでとうございます。ドラフト2位ヨシさん、ドラフト3位トゥーさん、ドラフト4位 K331、 ドラフト5位マッサ、ドラフト6位ベイル、ドラフト7位 K331、 ドラフト8位トゥー、ドラフト9位 SCH、 ドラフト10位トゥー、ドラフト11位130、ドラフト12位 TSK、 ドラフト13位と14位 K331、 ドラフト15位 TSK、 ドラフト16位ヨシとなります。はい、今日何回かグループブレイクやってまして、画像のアップがちょっと夜中になってしまうかもしれません。一応明日の8時までということですけど、多少柔軟な対応で皆様よろしくお願いします。明日の夜8時までに、メールの方、ドラフト順位のメールの方をしていただけたらと思います。ただ、メールの送り先は必ず店長の G メールアドレスの方ですね。そちらにお願いいたします。よいしょ、じゃあ取り出しますね。あ、そっかそっか、順番があれかな。こういう順で置いてって右から順に上げていくのがいいですよね。ジャージカードとかね、ありますからね。よいしょ、はい、こうですね。でこの順で開けていきます。上下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 、はい、で前が先後ろ後です。出た順の関係もあるんで、一つ一つ開けていきます。
あ、レギュラーカード雰囲気変わりましたね、だいぶね。うん、かなり良さげな感じです。はい、じゃあ行きまーす。これレギュラーカードですね、こんな感じ。まあいいんじゃないですかね、去年のちょっとやっつけベースよりは。写真を結構選んでる。あ、これパラレルですね、54-99ディフェンダーの方、アンティネスさんですかね。これがドラフト1位ナオさんですね、パラレル。こうやって出た順で置いていきます。まあこの辺ベースです、この辺インサートですかね。ね、いい写真ですね、こういうのね。25シリ、2-25。はい、ロレンツォインサイネっていうんですかね。あれ、ちょっと待てよ、シリアル2つだ、ミニボックス。去年は1個しか出てなかったよな。やっぱかなり減らしてますよね、99と25シリ同じ箱っすね。あ、サイン出ました、ベン・デイビーズ、ベン・デイビーズ、デイビーズですかね。はい、ディフェンダーの方、初オートかな。年齢とか書いてないですね、パーソナル書いてないね。はい、まず1枚目ですね。この辺が2枚目かな、このインサートね。ここもレギュラー。あ、グリーズマンのインサートですかね。これ箱1ぐらいなのかな。かっこいいですね。ボーノやってますね、ボーノ。はい、っていう感じです。1箱目がこんな感じでした。まあ、まだミニボックスですけど。ね、99シリと25シリ。インサート3つという感じですかね。で、サイン1個。まあ、初音系が多い。まあ、サッカーも徐々にあのルーキーの概念ができつつあるんで、まあ、初音とかね、上がるとき早いですからね、最近はもう。はい、で、これがもう一個。お、あ、パッチ、はい、パッチかな。セバスチャン・ルーデっていうのかな。ドルトムントの選手でパッチですね。キッズ・オブ・クラス、ドルトムント、ローデ、ルーデ、どっちだろう。はい、まあ、サインが出ると思うんですけど、一応先ほど5枚まで行きましたね。なので、ドラフト6位のベイルさんがこのパッチになります。一応予定です。サインが出たら確定になります。で、メッシのベースですね。はい。まあ、このまま置いていきます。一応サインもちゃんと出ると思います。50シリ、これはイスコ、イスコですね。これ 何パラインサート、イスコ with the assist。 ロードトゥービクトリー、それのパラかな。45-50ですね。あ、サイン出ましたね。ラファエル。
はい、ラファエルのサイン2枚目です。だからラファエルと、ベンさんですね。なので先ほどの、パッチ、この箱開け終わったら再度見直します。これインサートですね。サンチェス、はい、先ほどこうですね。これが1箱です。99シリーズ1、2、3、4、5、6、ベイルさんがパッチになります。で7、8、9、10ですね。こういう感じでやっていきます。はい、こういう感じでお願いいたします。はい、じゃあ、あとは、サクサクやろうと思います。ワンボックス開けるとインサート10枚ぐらいなのかな。はい、あとはどんどんいきます。これも多分40分ぐらいかかっちゃうんでどんどんやります。写真撮影して帰らないといけないんでちょっと急ぎます。まあ出方はまあ悪くないんじゃないかなっていう気はしますね。パッチ箱1で入ってたらすごいなとちょっと思いました。はい、じゃあいきます。はい、99シリクリステンセン、レバンド、これがちょいちょいあるんですね。キーパーもあるんですね。サインです。カストロ、ゴンザロ・カストロ、ゴンサロ・カストロ、ドルトムント、メッシのインサートですね。レバンド、まだ2箱目です。はい、2箱目の後半ですね。99シリーズヘンリケスかな。お、クリロナインサートですね。あ、サインです。セバスチャン・ロー。あ、さっきはパッチか。ドルトムントの選手ですね。この辺初オートなんでしょうね。見たことないです。はい、ブッフォン、はい、で3つ目、あ、こんばんは。今チャット見ました。どうもいらっしゃいませ。サッカーのスポーツカード今開けてます。今日発売のものですね。
はい、じゃあ3箱目の前半ですね。こうベースか、インサートと見間違えちゃいますね。よいしょ、サインだ。イオビアレックス、アイオビっていうのかな、イオビかな。はい、店長あんまりサッカーよくわかんない。やっぱ若手の初音系がね結構入ってますね。ここをどう見るかですね。グリズマのインサート、はい、今のところパッチが1個出てますね。まあ、ジャンボなのかな。まあ、窓はちょっと大きめですかね。よいしょ、はい、これが3箱目後半99シリ18-99。この系のインサート箱1ぐらい箱に回せるかな。サインです。これなんか色ついてますね。マイケル・パズダン、マイケル・パズダン、あ、25シリです。 17-25 マイケル・パズダン、はい。まあ初音でしょうね。見たことないっす。よいしょ。はい、ラファエルインサートですね。で、4箱目ですね。サインは、ミニボックス1枚ずつは出ますね。これが4箱目の前半ですね。99、78-99。リバ、リダ、リーダ。ドマゴイ。どこの方なんですかね。27歳。レギュラーカードはちゃんと年齢まで書いてるんですね。これで、ね、若手芸勉強するといいかもしれないな。全然わかんないですもんね。25シリがもう一個出ましたね。サンチェス、アーセナルですかね。サイン、ハカン、ハカンさん、ハカンさん、ミッドフィルダー、まあ、当然初音ですよね。全然見たことない人多いですね。まあそこ狙ってんのかな。初音系を狙ってんのかもしれないですけど、メッシのインサート出ました。よいしょ、
はい、あとそうだ、チャンネル登録していただけると、店長がつけた時とかにピコンと案内が行ったりするんで楽だと思いますよ。一応、チャンネル登録していただけるとありがたいです。サッカーのグループブレイクとかバスケねやりますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、4箱目の後半、59の99でディマリアですね。まあ、レギュラーカードの出来はいいですね、だいぶね。はい、これまたいいっすかね。インサートなんですね、あれはね。サイン。ニコリッチ。ネマンジャ・ニコリッチ。ですね。サインカードを、これ、まあ、ワンボックスが18,000円で、サインカードが2枚ですね、うちは。ワンボックスが18,000円です。はい。これは今、グループブレイクでやってますんで、ワンスポット5500円でサインが1個必ずもらえるドラフト形式になってます。こっから後半ですね。前半はパッチ、あと25シリが2つ出てますね。去年は25シリはケース1ぐらいだと思います。確かシリアルで結構管理されてような感じがします。去年のは。はい、じゃあいきます。3の99、ラームですね。初物は店長目疲れるな、これな。集中しながら見てるんでね、全部一応。見逃しちゃまずいなと思ってね。あ、サインだ。あ、ノイアーっす。セイヤーノイアーです。はい、バイエルンのノイアー来ました。ちゃんと枠入ってますね、ノイアー。はい、ブッフォン。この辺のインサートはまあ、出るんですね。ポンポンね。サイン、店長が開けて、今開けてますよね。その前に抽選をやってるんですよ。右側に出てるのがその決定後の順位です。ドラフト1位の人から、一番欲しいカードを選んでいくという形式ですかね。まあリスト提出型ですかね。開封事後リスト提出型ドラフトという感じです。これインサート。あ、サインだ。ん？ステファノ・デンスウィル。99の1番です。ステファノ・デンスウィル。これどこの選手？バーギー、ブルーギーって言うんですか？どこでしょうね。店長はサッカーあまり詳しくないので。でも日本の会社がスポンサーになってるんですね。
うちのホームページから参加することが可能です。グリロナのインサートきました、2回目も一応募集開始してますんで、よろしければよ。あとはまあ普通にボックスで開けたい方は普通にあの通販でご注文いただけたらと思います。通販もやってますんで。 NBA はちょっと前に、終わっちゃいましたね。セレクトのグループブレイクをやってました。スコッティ・ピペンのサインカードが出ましたね。はい、じゃあ行きます。99。いっぱい出ますね、パラね。47の99。インサ。あ、セルヒオ・ラモス。バモス・ラモス。ね、なってます。インサートオートが、あ、ミューラーだ。インサートオートがそろそろ来るかなって思ったらミューラーでした。ああ、はい、ありがとうございます。はい、トーマス・ミューラーですね。ノイヤーの後、トーマス・ミューラーです。まあ、悪くはないですね。ああ、プルシッチもレギュラー入ってんだ。16、17は RC 扱いですね。そういえばね。はい、ディマリア。よいしょ。これが6箱目の後半です。6箱目の後半です。はい、バレッティとかもいるんですね。ん、なんか赤いぞ、これ。赤いパラレル？赤い。25シリだ。25シリが3つ目だ。あ、ちょっと待ってね。BROG10.JP。BROG10.JP です。もしくは、トレカ水道橋。あ、サインですね。はい。パズダンさん。なんかさっき出たけど、さっきパラレルだったっけ？トップスあるあるですね。25シリの音でしたね、さっきね。クリロナ。はい、で、7箱目ですね。あと7と8だけです。1ケース、8ボックスケースですんで。よいしょ。まあ、ラインナップ的にはノイアとミューラー出てるんで、あとネイマールあたり出てくんねえかな。ねえ。って多分みんな思ってるよね。よいしょ。
はい、7箱目の前半。ああ、ディバラもいるんですね、ベースにね。お、プリシッチですね。30-99。通常っすね。はい、ベンゼマ？ベンゼマ君？うん、ベンゼマ君。お、またパス。おいおいおい、まあトップスあるあるっすね。ベースと金オートと金なのかな、あと25尻のオートが、パズダンさんっていう感じです。まあしょうがないっすね。ラインナップがやっぱり減ってますからね。いい方に傾くかは、はい、引き次第だけですね、ただのね。よいしょ。レリックも20人ぐらいしかいないですよね、確かね。これ20人もいるのかな。はい、これが7箱目の後半。ん？誰だ？シンクレア、スコット・シンクレア。オレティック、オエルティック。さあ、セルティックか。ホイールだと分かんないね、これね。セルティックスですね。はい、スコット・シンクレアさん。はい、で、これが8箱目です。あ、チャンピオンズリーグ上の方ですね。グループブレイク受付の方、なんていうんですかね、ちょっと固まってあって、セレクトのバスケットとかフローレスとかあるところですね。あとはノワール、サッカーもやっぱり種類があって、チャンピオンズリーグとノワールのサッカー、価格もやっぱりバラバラです。チャンピオンズリーグは結構安価で参加できるグループブレイクですね。ノワールというのは、サイン1枚プラス何か2枚、合計3枚で13,900円です。ただまあ、うん、安いと思います。安い方です。ん、今度はこれ金色？マーセロの金、50-1番ですね。インサートの金ですね。やっぱシリアルは低いのが出やすい。あ、出た、デンスウィル、ステファノ・デンスウィル。はい、これも後でレギュラーカード見て年齢見ると面白いかもしれないです。メッシのインサートですね。で、これラスト。これ熱いの
ありますね。よいしょ。どうでしょうね。ここにほら、熱いのがあります。パッチか、サイン入りか、どうでしょうか。はい。ダビドシルバーですね。9-99。サインがないぞ。この熱いやつがサインなのかな。うん、サインがない。ないぞ。これか。お、ステッカーが見えるからサインだ。サインパッチ。どうでしょう。誰だろう。うん、ちゃんとパッチになってる。せーの、ほい、ケンちゃん。ハリーケンだ。ああ、この辺でも、パッチと45-50だ。ああ、やっぱり去年より半分ぐらいか。生産数。もうちょっと少ないかな。25シリのオートも出てて、50のパッチが出てて、パッチオート、これ50ですから、スタートが。そう考えるとやっぱり少ないですね。去年よりさらに少ない。まあ、ケンちゃんだったらいいんじゃないですかね。このパッチオートのメンツは、そうか、パッチオートのメンツがだいたい15人から20人ぐらい。それがケース1ずつ入ってるとしたら、かなり少ないですね。やっぱそう考えると。ね。まあ、悪くはないと思います。まあ、サインもファーストオートで若手のルーキーも多いんで、まあ、後々も楽しめるかなっていう感じですね。これですかね。これとパッチがありました。で、これはサインですので、サインついてますんで、サイン扱いですね。こっちです。おっとっとっと。レギュラー。はい。で、終わりました。はい、パッチ1個、パッチオート1個、25シリのオートと99シリのオートと50シリのオート、99は2つ出たかなっていう感じです。この後、店長が、番号をつけて、店長のツイッターのもう1個のアカウントですね、カスタマーズヒッツの方に、番号をつけて写真画像を掲載します。そちらをご覧になっていただいて、明日の夜8時までに、ドラフト順位に応じたカード枚数選んでいただいて、希望順にしていただいたものを店長の Gmail アドレスにお送りください。明日の夜8時までですね。今日画像アップは夜中になってしまうと思いますけど、後でアップしておきます。今日はちょっと、4ケースやります。 1,2,3,4 ケースですね。ちょっと画像を撮ってね、帰らないといけないんで、もうすぐ今日は、はい、セッキーさんどうもネームあるじゃなくてケンちゃんでした。ケンちゃんでした。まあ彼も、いい若手ですよ。ね。はい。っていう感じですね。カイリー・アービングは、今日はサイン出なかったですけど、サインカード当たれば出ます。書いてますよ。大体のブランドには入ってると思います、カイリー・アービング。はい。じゃあ、チャンピオンズリーグ、今日発売のものでしたね。はい。これで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。ホームページの方からまたご注文ください。ありがとうございます。